谷香織の金曜ハミング。時刻は夕方4時を回りました。皆さんこんにちは、古谷香織です。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、今日もこの後夜7時まで3時間生放送でお送りします。さあ今日は5月7日の金曜日、ゴールデンウィークも終わりましたね。いよいよ、まあでもラッキーな方たちは昨日今日とお休みを取ってね、9日日曜日まで休みだなんていうね、ラッキーな方もいらっしゃるかもしれませんが、普通のね方たちはきっともう昨日から、普通にね仕事を始めている皆さんが多いんじゃないかなということとね思うんですけれども、まあ長い休みがあるとなかなか普通の生活にリズムを戻していくのが大変ですよね。まあ今日一日頑張ればね、明日からまたお休みだと思いますので、残りわずかな今日のねお仕事もぜひ皆さん頑張っていきましょう。さあそれでは今日のメニューご紹介してまいります。まず4時台の前半では地域の話題、そして取れたてラジオショッピングでは今日も健康アクセサリーマグバイタルをご紹介します。4時台の後半では今日もバリの情報をお届けするファインステージのコーナー、5時台の前半では地域の話題、そして相模原市都市整備公社情報、後半では今日も目黒さんの登場、相模原探検隊をお送りします。そして番組中ですね、30分おきに、天気予報は30分おきに、交通情報は4時台は30分おきに、5時台と6時台は15分おきにお送りしますので、ドライバーの皆さんはこちらの情報もぜひチェックしてください。さあそして今日もですね、 FM 相模 83.9MHz、 このラジオ以外にも、インターネットでUstream という、ね、サイトからネット配信もしております。こちらでは今私が喋っている FM 相模 A スタジオの、ね、模様が見ていただくことできますので、ぜひラジオを聞きながらこちらの、ね、ネット配信の方も合わせてお楽しみいただきたいと思います。さあそれでは今日も夜7時までどうぞ最後までお付き合いください。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、足元駅南口入り口で1キロ、静清で1キロ、京和で1キロ、東名入り口で2キロ、八王子方面は東名入り口で断続的に3キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で1キロ、海老名市下今泉で3キロ、大和市上総八木で2キロ、伊勢原方面は座間市西原で2キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上河井で1キロの渋滞、鎌倉街道相模原方面へ向かう車、宇野森で1キロの渋滞です。続いて行幸道路町田方面へ向かう車、総武台前で2キロ、大野南子どもセンター前で1キロ、相模大野で1キロ、北里通り大沼では両方向とも1キロずつの渋滞です。おしまいに県道相模原大倉町線上溝方面へ向かう車、星ヶ丘で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上交通情報でした。続いて天気予報です。現在相模原を含む神奈川県西部には強風雷注意報が出ています。今夜夜の初め頃まで突風や雹にご注意ください。相模原の今日は雨で、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。
この後1ミリ以上の雨の降る確率は夜にかけて 60%、 深夜は 10% となっています。続いて相模原の明日は晴れ時々曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 10% となっています。明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の最高気温は22度の予想です。以上天気予報でした。次の交通情報と天気予報は4時30分ごろお伝えします。改めまして皆さんこんにちは。毎週金曜日のこの時間は私古谷香織が夜7時まで生放送でお送りしています。さあゴールデンウィークどうですか、皆さんお休みはありましたか。だいたいねカレンダー通りでいくと1週間ぐらい、ね、そして長い方では昨日今日もお休みをしたならば長くて11日間ぐらいの方なんかもいたりするんですかね。でもねもしかしたらお休みなんて全くなかったよ、いつもね毎日変わらず仕事だったなんていうね方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん一体どんな風に過ごしていらっしゃったんでしょうか。私はですね今年のゴールデンウィークは意外とお休みがありまして連休があったんですよ。なのでね結構いろいろなところに遊びに出かけたりとかもしたんですけれども、中でも毎年恒例となってきているのが家族とのドライブですね。父と母と兄と、まあ、4人家族なんですけれども、なかなかね家族4人が揃ってどっかに出かけるっていう機会は少なくなってきてしまってるんですけども、まあ、1年にね何回かはやっぱりそういう時間も持ちたいなということで今年もね、ドライブしてまいりました。私今回はですね千葉方面に、行ってきました。目的はですね兄が東京湾のカーフェリーに乗りたいというねそういうリクエストがあって、まあ、お天気もねとっても良かったので、行ってきました。でもねやっぱり渋滞がすごかったですね。どこへ移動するのにも渋滞、はいね、この混んでいる状況は何なんだろうって、なかなか事故の渋滞なのか自然渋滞なのか、なんか駐車場待ちなのかわからなかったりしてね、でも全然動かないななんていうそんなね時間帯もありましたけれども、でもねとっても楽しい時間を過ごすことができました。カーフェリーだけではなくてマザー牧場、千葉のねマザー牧場とかにも行ったりして、あそこはすごく自然がねたくさんあって、動物がいるのももちろんなんですけれども、自然お花とかもねすごくたくさん綺麗に咲いていて、もう癒しの空間でしたね。マザー牧場というだけあってソフトクリームとか飲むヨーグルトなんかもねやっぱり美味しくて、はい、そういう美味しいものも味わってきました。そして帰りは、その千葉からですね東京湾のカーフェリーに乗って、三浦の方まで帰ってきたというそういうねドライブでした。はい、とてもね家族と久しぶりの楽しい時間を過ごしましたけれども、皆さんは一体どんなゴールデンウィークを過ごしてましたか。遊びに出かけたという方もね、お休みだったんだけれども家でなんだかんだゴロゴロしちゃったなんていう方も
まあ休みが全然なくて通常通りの仕事ばっかりだったなんていう方もいらっしゃるかと思いますが、今日はねぜひそんなゴールデンウィークどんな風に過ごしていたのか番組の方まで教えていただきたいと思います。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。こちらの方までメッセージ送ってください。お待ちしています。さあ今日のね、1曲目をお届けしようかなと思います。最近ねよくラジオとかでも聞いていて私もいい曲だなと思ってかけたいと思います。斉藤和義でずっと好きだった。さあこちらお送りしている曲は資生堂のね化粧品イン&オンの CM ソングとして使われています。斉藤和義でずっと好きだったでした。
ここで地域の話題をお送りします。まずは介護疲れで心中か、85歳女性が死亡というニュースです。6日午後6時15分ごろ、相模原市南区文京1丁目の無職の男性82歳の長男から、自分の父親が母親の首を絞めたという内容の119番通報がありました。相模原南署によりますと、2階の和室の布団の中で男性の妻で無職山形長子さん85歳が首を絞められて死亡しているのが見つかりました。男性も除草剤を飲み病院に運ばれましたが、意識はあるといいます。男性は妻が数年前から認知症で介護に疲れて首を絞めたと話したということで、部屋からは紐も見つかりました。相模原南署は男性の回復を待ち、殺人容疑で取り調べるということです。男性は妻と長男家族の5人暮らし、事件当時夫婦2人しかいなかったということです。続いて、串川小学校の窓ガラスがまた割られる被害に遭いました。相模原市教育委員会は5日、市立串川小学校の窓ガラスなどが割られたと発表しました。同校の窓ガラスが割られたのは今年に入って3件目。串川小学校は6日、器物損壊容疑で津久井署に被害届を出しました。市教育委員会によりますと、4日午前0時ごろから4日午後0時25分ごろの間に、校舎1階の窓ガラス2枚と通用門の門扉の格子10本が壊されたといい、被害金額は約10万円だということです。続いて、相模原上溝中学校で伝統の茶摘みという話題です。相模原市立上溝中学校の茶畑で6日、60年以上続くという伝統の茶摘みが行われ、生徒や保護者、教職員のほか地域住民ら計約1000人が汗を流しました。天候に恵まれ、全校生徒が敷地内の茶畑約1000平方メートルに散らばり、丁寧に茶葉を摘み取りました。この日の収穫量は約1時間で87キロ。2年生の斉藤さんは、暑くて大変だったけど茶摘みをしているうちに楽しくなった、美味しいお茶を飲むのが待ち遠しいと話していました。上溝中学校は摘み取った茶葉を委託業者に製茶してもらって、生徒会を通じて福祉施設に寄贈するほか、保護者らに販売し、収益金を国連児童基金ユニセフに寄付するということです。上溝中学校によりますと、1950年頃学習教材などの購入費に充てようと茶の栽培を始めたといい、今年は3月と4月の天候不順により茶葉の成長が遅く、例年よりも茶摘みは遅かったということです。さあ、普段飲んでいるお茶をね、自分たちで育てて、そして摘めるっていうのはね、とってもいい機会ですよね。そして美味しくね、お茶を飲めるのが楽しみだということでね、本当にいい体験じゃないかなと思いました。以上、地域の話題をお送りしました。
取れたてラジオショッピング。取れたてラジオショッピング、今日は FM 相模がおすすめします健康アクセサリーマグバイタルです。この健康アクセサリーはよくスポーツ選手などが首につけているネックレスタイプの健康アクセサリーです。この健康アクセサリーマグバイタルは、あのウォーキングエクササイズのデューク・サライエ氏も愛用している商品なんです。さて、このマグバイタルは強力な磁石とトルマリン、そして水晶を一定の順番で配列し布で収納したもので、両端を留め具で固定したネックレスです。強い磁力が患部に浸透し、装着場所のコリを解消し血行を改善します。またマグネットエネルギーにはメラトニンを誘発すると言われ、多くの疾病の原因となる活性酸素をコントロールし健康に働きかけます。デザインは長く使えるようにシンプルな作りです。男性用は黒にデューク・サライエのロゴが入った50センチと55センチの2つ、女性用はピンク地にデューク・サライエのロゴが入った45センチです。シンプルなデザインなのでね、日常のファッションにもご利用いただけます。さあ、ここで気になるお値段です。通常男性用55センチと50センチマグバイタルは1万6000円、45センチ女性用が1万4000円なんですが、 FM 相模特別価格を提供していただきました。磁気パワー、ということで税込みで男女どちらともなんと9980円でのご提供となります。磁気パワーとパワーストーンの組み合わせで実現したデューク・サライエ愛用のマグバイタル、税込み9900円。お申し込みは電話番号 042-776-3980 042-776-3980 FM 相模までお電話でお願いします。送料は別となります。お支払い方法は宅急便の代引きシステムを利用しますのでよろしくお願いいたします。マグバイタルは医療機器認証番号を取得した管理医療器具です。またピースメーカー等の電磁障害の影響を受けやすい体内埋め込み医療電気機器を使用している方、また妊娠している方、悪性腫瘍のある方、安静を必要としている方などはご利用いただけません。効果効能については個人差がありますので、あらかじめご了承ください。今日の取れたてラジオショッピングは、磁気パワーとパワーストーンの組み合わせで実現したデューク・サライエ愛用のマグバイタル、税込み9980円のご紹介でした。さあ、一曲お送りしましょう。リクエストをいただきました。ウルキオーラさんからのリクエストです。スキマスイッチで雨待ち風。はい、ちょっと音の方が途切れてしまいましたが大丈夫ですかね。じゃあ引き続き、
さあ今日はですね、雨が本当にこれからね降りそう、そんな天気となっておりますが、そんなね時にぴったりな曲でした。ウルキオラさんからいただいたリクエスト、スキマスイッチで雨待ち風でした。時刻は4時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、お送りしています。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、淵野辺で1キロ、京和で1キロ、東名入り口で2キロ、八王子方面は東名入り口で断続的に3キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、厚木市市立病院前で2キロ、海老名市の下今泉で3キロ、反対伊勢原方面へ向かう車は座間市西原で2キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で4キロ、県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で2キロの渋滞です。続いて鎌倉街道鶴川方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞、おしまいに町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。さあ今日はですね、強風注意報が出ているくらい、来る時も結構風が強かったですね。風が強いと道路などに落下物があったりする可能性もありますので、ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在相模原を含む神奈川県西部には強風雷注意報が出ています。今夜の夜の初め頃まで突風氷にご注意ください。相模原の今日は雨で、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。このあと1ミリ以上の雨の降る確率は夜にかけて 60%、 深夜は 10% となっています。続いて相模原の明日は晴れ時々曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 10% となっています。明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の最高気温は22度の予想です。以上、天気予報でした。次の交通情報と天気予報は5時ごろお伝えします。 CM の後はニュースをお伝えします。普天間問題の続報をお伝えします。
ここでこの時間のニュースをお伝えします。沖縄県のアメリカ軍普天間基地移設問題で鳩山総理は今日午後鹿児島県徳之島の3つの町の町長と会談し、基地の機能の一部を移設することに協力を求めます。この会談には徳之島に影響力を持つ自民党の徳田武志議員も同席しますが、町長は訓練の移設についても強く反対し、2万人を超える移設反対の署名を手渡すことにしています。また鳩山総理は今月15日にも再び沖縄を訪問し、中井町知に対してキャンプシュワブ沿岸部沖合への移設案を提示することにしていますが、理解を得られる見通しは立っていません。静岡県御殿場市にある空き家の物置から女性の遺体が見つかった事件で、この家に住んでいた男が遺体を物置に置いたことを認める供述をしていることから、静岡県警はこの男を逮捕する方針です。この事件は御殿場市にある空き家の物置から久松弘子さん26歳の遺体がシートにくるまれた状態で見つかったものです。警察によりますと、久松さんは首を絞められ殺害されたとみられ、死後1ヶ月以上が経過していました。また警察の事情聴取に対して、久松さんの元夫でこの家に住んでいた43歳の男が久松さんの遺体を物置に置いたことを認める供述をしているということです。このため警察は死体遺棄の疑いで男を逮捕する方針です。福井県で昨日運転が再開された高速増殖炉文殊をめぐり、福井県の知事が運転再開の見返りに北陸新幹線の速やかな全線建設を求めたことについて、前原国土交通大臣はそれぞれ別のものとして判断する考えを示しました。文殊をめぐって福井県の西川知事は、運転再開の見返りとして北陸新幹線の早期全線建設や高速道路の整備など地域振興策を充実させるよう求めています。これについて前原国土交通大臣は今日の記者会見で、北陸新幹線について採算性や財源の確保に加え、並行する在来線の運営責任をどこが持つのかを議論した上で、文殊とは切り離して判断する考えを示しました。全国各地の大学や大学病院に侵入して白衣に着替えて関係者を装い盗みを繰り返していたとして61歳の男が追送検されました。警察によりますと、窃盗などの疑いで追送検された徳島市に住む無職新井博志容疑者61歳は、東京大学をはじめ全国各地の大学や大学病院36カ所で盗みを繰り返していた疑いが持たれ、合計被害は現金2300万円のほか、腕時計など7500点460万円相当に上るとみられ、警察が裏付け捜査を進めています。新井容疑者は侵入すると白衣に着替え、職員や学生になりすまして事務室などで犯行を繰り返していて、調べに対して盗んだ金は生活費や遊ぶ金に使ったと供述しているということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナーです。今日もファインステージの下田社長に電話でお話をお伺いします。それでは早速お呼びしましょう。下田さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィーク、はい、終わってしまいましたが、はい、下田さんはどのようにしてお過ごしになりましたか？はい、今年のゴールデンウィークはバリ島ではなくて、はい、ちょっと八ヶ岳の方に、はい、家族と犬と一緒に行きました、はい、あ、いいですね。のんびりできましたか？はい、あったかかったですね。向こうも山の上なのに、はい、結構半袖でもいいぐらいの、はい、暑かったですね。そうですね、今年は本当にゴールデンウィークいいお天気でしたものね、ずっとね。ただね、やっぱり現地もお野菜が全然取れてなくて、はい、で例年ですとね、タラの芽が出たりいろいろしてるのがね、はい、全くでしたね。あ、そうですか。タラの木がやっと小さい芽がついたかなっていうぐらいで、まだ時間がありそうでしたね。やっぱりそういった食べ物にもね、ちょっと影響が出てきてますよね。そうですね、本当ですね。さあ、それでは今日もいろんなお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、まず日本ではね、ゴールデンウィークも毎年やってきますけれども、はい、バリ島にはゴールデンウィークってあるんですか？一般的なお休みはないんですね。はい、あそこの祝日っていうと宗教絡みの祝日だけなんですよ。はい、で五大宗教って認められてましてね、はい、一番大きいのがイスラム教ですね。はい、これのやっぱり断食後の休日がちょっと長いのがあったり、それからバリのヒンズー教とか、はい、仏教のお休みもありますね。でキリスト教はクリスマスの日に祭日になったりとか、はい、ですから普段一般的な日本のようなゴールデンウィークはないんですね。あ、そうなんですね。ただでもそういって宗教に絡んだお休みはあると、はい、そうですね。はい、皆さん大移動されてますね。大移動、どこかへ出かけられて、はい、ほとんどの方は実家にお帰りになっている方多いですね。そうなんですか。そこら辺はでも日本ともあまり変わらなかったりしますね。変わらないと思いますね。まあ、バリ島もそういう時期ずいぶん混むんですよね。あ、そうなんですね。やっぱり連お休みとなると、そうなんです。もう何百キロも離れたとこから車でいらっしゃるようなね、はい、ナンバープレート見ると分かるんですけどね、はい、そういうのがすごくあって、よく道路渋滞するんですよね。それは日本と、ね、バリも変わらず一緒ですね。一緒ですよね。なるほど、わかりました。さて、ちょっと話はまた変わるんですけれども、はい、下田さんの書かれているブログによりますと、はい、白いマンゴーがあるということが書いてあったんですけれども、はいはいはい、マンゴーってね、あまりこう白いっていう印象がないんですけれども、ね、私も全く見たことがないんですが、はい、白いマンゴーって一体どんな食べ物なんでしょうか？そうですね、やっぱりマンゴーはマンゴーなんですね。形もマンゴーですしね、はい、外から見ると普通のマンゴーと同じような色してるんですよ、はい、ところが皮を剥きますとね、真っ白なんですね。へー、普通ね、黄色っぽかったりオレンジ色っぽかったり、そうですよね、色がありますよ ね、 ですね。それが全くなくてね、真っ白、お豆腐みたいな白さなんですよ。あ、そんなに真っ白なんですか？その白いマンゴーっていうのは、はい、お値段はどうですか？普通のマンゴーと比べるとちょっとやっぱ珍しい分高かったりとかするんでしょうか？ちょっと高いですね、うん、っていうのもね、マンゴーが、普通のマンゴーが旬の時期って、はい、この白いマンゴーないんですよ、はい、で旬から外れてきて、ぼちぼち顔を出すかなっていう程度のものでね。なるほど。現地でも結構珍しいマンゴーではありますね。そうなんですね。食べるときは普通にこう皮を剥いて、はい、やはり生で食べたりするんですか？そうですね、僕なんかは普通に皮を剥いて、包丁でこうちょこちょこちょこって切ってね、はい、それでいただくようにしてますけど、お味とかは変わりますか、普通のマンゴーと？違いますね。あ、違うんですか？はい、マンゴーよりもどっちかっていうと、そうだな、酸味が強いかな。あ、甘みというよりは酸味が。そうですね、ライチですとかね、はい、龍眼ですとか、はい、割とあれに近いような感じの、あとは食感はマンゴーって、そんな感じですね。なるほど。やはりでも生で食べるのが一般的な食べ方なんですかね？だと思いますね。あんまり他の食べ方って聞いたことないですね。あ、そうですか、ね、下田さんもね、お好きだということを今言ってましたけれども、はい、観光客の皆さんなんかの評判はどんなもんでしょうか？多分ね、観光客の方はお
告知にされてないと思います。あ、そうですか、はい、本当にあのスーパーマーケットでも一部でしか売られてませんしね、なかなか皆さんスーパーマーケット行ってマンゴー買ってきて食べるっていうのもなかなかされないと思うんですねまず白いマンゴーがあること自体なかなか知らないですものね。そうですね。ですからまあ現地にお友達でもいてね、行った時出してもらったっていう程度だったらあんのかもしれないけど。なるほどね。あのじゃあ現地の皆さんにとってはこうやっぱ人気があったりするんですか、珍しくて、ただもの珍しいって言ってやっぱり酸味があるよりかは普通の甘みがある方がいいですもんね。いいと思いますね。なるほど。あのこちらは日本であの買うこととかはできるんでしょうか。日本でもないんじゃないかな。見たことないですよね。そうですよね。じゃあやはり、まあ、バリに旅行に行った際そういったスーパーなんかでお土産に買って帰ることは可能ですかね。それはあの本当のシーズン限られちゃうと思いますけど、はいはい、それはできると思いますね、はい、じゃあね気になる方は、ね、ちなみにシーズン的には何月ぐらいとかってちょうど今旬ですね。あ、今頃なんですね、はい、そうですね。ちょうどあのなんていうんだろう、雨季が明けた頃、明け始めた頃に出回るんですよね。はい、この辺なんかあれですね、ちょっと白いから変わってるんで、はい、白いマンゴープリンでも作ったら面白いかもしれませんね。あ、そうですよね。またそれで結構認知度とかも広がっていくかもしれませんよね。わかりました。ぜひじゃあ、ね、この時期にバリに行かれる皆さんは白いマンゴー探して、ね、試してみてください。はい、ということで今日もたくさんの話ありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いいたします。はい、いやね、白いマンゴーがあるなんて知らなかったですね。まあ、今の時期だったらあのバリでね食べることができるということなので、これからねもしかして行かれる皆さんいらっしゃるかもしれませんが、もしね行った際にはぜひスーパーなどで白いマンゴー、酸味がね強いということですけれども、白いマンゴー味わってみてはいかがでしょうか。さあ、このコーナーでは毎週バリに関する質問を募集しております。下田さんに実際に聞いてみたい質問などありましたらお寄せください。旅行にね行かれる前にこれを聞いておきたい、そんな質問お寄せください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839です。そして下田さんが書かれているバリブログ、ぜひこちらもねご覧になってください。たくさんねあの更新も頻繁なんですけれども、写真付きであのよりバリのことをね知っていただくことができると思います。バリコラ、カタカナでバリコラと検索していただきますとすぐに出てきますので、こちらのバリブログの方もぜひご覧になってください。以上、毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナーでした。さあ、一曲お送りしましょう。沖縄島唄のスタンドナンバーとも言われる曲をカバーした曲です。木月みなみでわらび神、私の宝物。
さあ沖縄島唄のスタンダードナンバーをねカバーした曲、木月みなみでわらび神私の宝物お送りしました。ここで重要野鳥生息地の一つ三宅島を訪ねる旅のお知らせです。伊豆諸島三宅島は別名バードアイランドとも呼ばれ、野鳥の密度が高く、赤コッコやカラスバトなど世界的にも貴重な野生が生息している島です。赤コッコというのは伊豆諸島とトカラ列島に分布する日本固有のツグミ類で大変珍しい鳥です。2000年に起きた火山活動によって島の生態系には大きな影響が出ました。しかし最近では火山活動の低下とともに徐々に自然が回復してきています。再び固有の野鳥も数多く見られるようになってきました。そしてこの時期、5月下旬から6月にかけては島の繁殖期にあたり1年のうち鳥の繁殖期にあたり1年のうち最も鳥たちが集まってくる時期なんですね。赤コッコやカラスバトの他にカンムリエミスズメやミヤケコゲラなどたくさんの珍しい鳥を観察することができます。ツアー重要野鳥生息地の一つ三宅島を訪ねる旅では、タイロ池、伊豆岬、赤コッコ館などでのバードウォッチングや1983年溶岩跡、シートリ神社、鎌方海岸などの自然観測を通して重要な野鳥の生息地である三宅島の自然の回復状況を体験します。添乗員案内役は日本野鳥の会の職員、そして火山についての案内は元都の教員、地理学専門の、三輪元彦さんが同行し説明します。ぜひこの機会に自然の素晴らしさを味わってみてください。期間は5月28日金曜日から30日日曜日の2泊3日船中で1泊します。宿泊は民宿のおしどり、定員は20名です。集合場所と時間は東京汽船竹芝客船ターミナルに21時30分、出港は22時30分です。参加費用は昼食2食を、含む39,500円です。ご希望の方はグリーンバイオコーポレーション株式会社まで電話でお申し込みください。電話番号は03-5457-2310、 03-5457-2310 です。ぜひお申し込みお待ちしています。貴重なね、鳥が見られるということで、船の旅もいいですよね。私もフェリーとっても気持ちよかったので、ぜひ皆さん参加してみてください。以上、重要野鳥生息地の一つ三宅島を訪ねる旅のお知らせでした。続いて FM 相模から番組スタッフ募集のお知らせです。FM 相模では今、番組制作に関わるボランティアスタッフを募集しています。募集する内容は、ディレクターやアシスタントなどの番組制作スタッフ若干名、交通情報、天気予報、地域のインフォメーションなどを放送で伝える喋り手若干名、営業協力スタッフです。対象は市内または相模原市近郊、在住在勤の高校生を除く18歳以上の方、放送経験の有無は問いません。放送に関わってみたいという熱意のある方、ぜひ FM 相模までご連絡ください。応募方法は、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を明記の上、はがき、ファックス、Eメールでお申し込みください。
折り返し詳しい募集要項をお送りいたします。応募先は郵便番号 252-5288 252-5288、こちらですね FM 相模専用郵便番号ですのでこれだけで届きます。郵便番号 252-5288 FM 相模まで。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839。 E メールアドレスは 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。こちらまでよろしくお願いします。以上 FM 相模から番組スタッフ募集のお知らせでした。さあ今日の、メッセージテーマはゴールデンウィークどうしてましたということで、皆さんねゴールデンウィークに遊びに行かれたという方も、家でゴロゴロしていたという方も、仕事仕事だったという方も、ね、ゴールデンウィーク何をして過ごしていたのか、ぜひ番組の方まで教えてください。5時台以降でねご紹介していきたいと思います。宛先はメールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp。 ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。時刻は夕方5時を回りました。改めまして皆さんこんにちは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、この後夜7時まで生放送でお送りします。さあ先ほどですね、雨パラパラ降ったりやんだりという状況だったんですけれども、引き続き今もまだ降ってはいないようなんですけれども、でも空はね、雲がもう本当に広がっていて、いつ降ってもおかしくない、そんな状況になっています。これからね家を出かけるという皆さんはぜひぜひ傘を忘れずにお持ちくださいね。さあそして今日のメッセージテーマは、皆さんのゴールデンウィークどうしてましたということで、ゴールデンウィークにこんなことをしていましたというねメッセージお待ちしています。ぜひ番組の方までゴールデンウィークどんな風に過ごしていたのか、ね、どこどこへ遊びに行ってすごい人が多かったとかね、お祭りなんかも相模原でいろいろ開催されていましたからね、行ってきたよという皆さん、ぜひ報告のメールをメッセージをお待ちしています。さあそれではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、淵野辺で1キロ、京和で1キロ、東名入り口で2キロ、八王子方面へ向かう車は東名入り口で断続的に3キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、厚木市市立病院前で2キロ、海老名市下今泉で3キロ、伊勢原方面へ向かう車は座間市西原で2キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、
国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で4キロの渋滞です。続いて県道座間大和線、横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で2キロの渋滞。鎌倉街道鶴川方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞です。おしまいに町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。さあ、先ほど私 FM 相模の、ね、スタジオに来るまでの間、2時台から4時台までですかね、風が、ね、とっても強かったです。結構歩いていて もう髪の毛が、すごい乱れてしまうくらい風が強かったんですけれども、同時に結構いろんな、ね、道に落ちているものが飛ばされたりしていました。今ちょっとね FM 相模のスタジオの中なので、ちょっと詳しい状況がわからないんですが、でも先ほどのね、天気予報ですと強風注意報なんかも出ていますので、ぜひドライバーの皆さん、こういう日は落下物、結構ね、いろいろなものが道に散乱していたりする可能性ありますので、どうぞこの後も気をつけて安全運転をお続けください。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在、相模原を含む神奈川県西部には強風雷注意報が出ています。夜の初め頃まで突風や雹にご注意ください。相模原の今夜は雨で、夜遅く曇りでしょう。今夜の1ミリ以上の雨の降る確率は 70% となっています。続いて相模原の明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中が 10%、 お昼から夕方まで 0%、 夜は 10% となっています。明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の最高気温は22度の予想です。明日も暖かい一日になりそうですね。以上、天気予報でした。5時台からは交通情報を15分おきにお送りします。次の交通情報は5時15分頃お伝えします。ここで地域の話題をお送りします。まずはキャンプ座間のゴルフ場から隣の公園、路上にボールまた落下というニュースです。相模原市は6日、アメリカ陸軍キャンプ座間のゴルフ場から4日にゴルフボールが飛び出し、隣接する相模原市立荒磯の西公園の前の路上に落ちたと発表しました。アメリカ軍も防止対策後の2月から使用を再開した5番ホールからボールが出たことを確認しました。5番ホールからは4月18日にもボールが飛び出したことから、市はアメリカ軍側に抗議、早急に抜本的対策を実施し、その間は同ホールの使用を自粛するよう申し入れました。
市によりますと、ボールが飛び出したのは4日午後5時20分ごろ。公園を散歩していた男性がボールが公園と基地の間の路上に落下し、さらに公園内に入ってきたのを目撃。同ホールでプレーしていたアメリカ軍関係者からもゴルフ場側に申告がありました。アメリカ軍は6日に市に通報し謝罪したということです。在日アメリカ陸軍のエドワード・ローパー障害部長は、市民の皆様にご迷惑をかけて申し訳ないと謝罪。プレイヤーから状況を聞き、必要があれば防球ネットの延長などの対策を早急に検討することを明らかにしました。5番ホールは小高い丘から打ち下ろすロングホール。同ホールからは2007年のコース改修後に隣接の市立総武台中や同公園へ飛び出しが相次いでいて、アメリカ軍側は2009年4月同ホールの使用を一時中止し、防球ネットの延長工事などの対策を実施後に2月から使用を再開していました。市障害課のまとめでは、同ゴルフ場からの飛び出しとみられるボールの数は2008年度143個、2009年度21個、2010年度は5個となっています。さあ、年々数はね減ってきているようなんですけれども、それでも人に当たったりすると大変危険ですのでね、早い対応を願いたいです。続いて、月探査衛星かぐやの後継機で内部観測を目指すという話題です。相模原キャンパスではかぐやの後継機の技術開発が約10年前から進められており、2010年代中頃に月の探査計画実施を目指しています。月の表面に探査機を制御落下させるのではなく、着陸させて月の内部を精密に観測する地震計を設置する計画も具体的に検討されています。課題は月で約2週間続く夜の極寒から地震計を守ること。月は大気がないため夜の気温はマイナス180度に下がり、地震計が故障する恐れがありました。関係者からは地震計を寒さから守るのは無理との声も上がっていましたが、2年前に断熱によって地震計をゼロ度の状態に保つ技術の開発に目処をつけました。後継機開発のチーム長橋本教授47歳は、後継機で新しく開発した技術は将来有人探査にも使えるようになると話しています。JAXA 相模原キャンパスでは、他にも小惑星探査機はやぶさの後継機や火星探査機の打ち上げなど新たな計画が検討されています。今後も相模原が世界の宇宙科学研究をリードしそうです。いや、最近はですね、野口さんが、ね、宇宙で活躍されていたり、ね、本当に宇宙との身近に感じるようになりましたよね。ぜひぜひこの相模原からね、こういった開発を進めて、ね、いろんなことが叶うと夢があっていいですよね。以上、地域の話題をお送りしました。一曲お送りしましょう。トリプル A で Dream After Dream、 夢から覚めた夢。今でも蜃気楼のように思う。
送りした曲は5月5日に発売になったばかりの新曲、 AAA で Dream After Dream、 夢から覚めた夢でした。さあ、交通情報と天気予報お伝えします。はい、改めて、時刻は5時15分30秒を回りました。ここで交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で1キロ、宇野森で1キロ、東名入り口で1キロ、八王子方面は東名入り口で断続的に3キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、厚木市私立病院前で2キロ、海老名市下今泉で3キロ、伊勢原方面へ向かう車は座間市の西原で2キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で4キロの渋滞です。続いて県道座間大和線相模原方面へ向かう車、小松原で1キロ、総武台団地入り口で1キロの渋滞。鎌倉街道鶴川方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞。漁港道路町田方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ、厚木方面へ向かう車は相模大野で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上交通情報でした。次の交通情報は5時30分ごろお伝えします。 CM の後は相模原市都市整備公社情報をお送りします。相模原市都市整備公社情報。相模原市の住みよい都市づくりに貢献する公益法人相模原市都市整備公社がお届けします。今日の都市整備公社情報は、北総合体育館で開催されるスポーツ教室のお話を北総合体育館市川館長にお伺いしてきました。それでは市川館長、よろしくお願いします。この体育館などはどんな競技になりますか？はい、競技スポーツと言いますと、バレー競技やバスケット、バドミントンなどの室内競技があって、あとは、気軽に楽しんでいただくために個人体育のバドミントンや、あとトレーニング室の体育なども、その北総合体育館さんですが、5月17日から誰でも参加できるスポーツ教室を開催されるという、どのような教室が開催されるんですか？はい、地方で市民の方を対象とした健康増進事業という形で、生き生き元気工房という教室を開催します。はい、
これはどういう教室なんですか。はい、どなたでも参加できるような教室の内容なんですが、バランスボールなどを使用し、ストレッチ運動や簡単な筋力トレーニングなどの健康体操です。健康体操というとそんなにハードではなくて、はい、ストレッチと体操者15歳以上の方ですから、どなたでも参加できます。ストレッチ、バランスボール。その他にも、はい、あと、5月22日からが、フィジカルエクササイズですが、これは音楽に合わせて、身体を動かすエクササイズなんですが、エアロビクスに比べますと、強度が低いので、初心者の方でも参加しやすい内容になっております。なるほど。エクササイズっていうとダイエットとか、はい、エアロビクスとかって割とハードなイメージがあるんですけど、そういうものではないということですか。そうですね、はい、ちょっと初心者向けになっております。なるほど。こちらの対象者は、はい、同じく、15歳以上の方でしたらどちら様でも参加できます。はい、5月17日から生き生き元気工房、はい、5月21日からはリズミカルエクササイズと。そうです、いうことですね、はい、これどちらも週に1回ずつの講座ですか。そうなんです、はいはい、ただし生き生き元気工房に関しては、はい、連続ではなくて、6月の14日の休館日を除いた、7回になります。なるほど。5月17日から毎週月曜日、ただし6月14日は休校ということで、これお時間は、はい、生き生き元気工房は、はい、10時から11時30分の1時間半、はい、リズミカルエクササイズは14時から15時の1時間です、はい、午後2時から3時までの1時間です。そうですね、ですね。リズミカルエクササイズは毎週金曜日、はい、そうです。ぜひこちらに参加したいというのは、はい、どういうふうに応募してもらいましたでしょうか。はい、直接か、電話でも結構なので、はい、北総合体育館の方に問い合わせていただければ結構です。電話で申し込みを考えて、はい、費用の方は、はい、1教室に対して、はい、全部で7回あるのですが、はい、全部で3,000円。なるほど。じゃあ、7回で3,000円。そうですね。その度に入館料はございません。ないですか。はい、で、この参加料の中には保険のお金も入ってる。そうですね。400円くらい。そうですね。400円ちょっと以下という形で設定です。どちらの教室も、はい、30名という形で、募集させていただいております。はい、ました。5月17日、21日というのも割とすごく近くなる。そうですね。まだ大丈夫ですか。まだまだというわけではないんですが、はい、若干別10名で、はい、大丈夫ですね。大丈夫ですか。はいはい、じゃあ、この放送を聞いてください。ぜひ元気工房リズミカルエクササイズに参加してみたいという方は、電話番号 763-7711、 この電話番号でございます。 042-763-7711、 北総合体育館まで、いただければと思います。はい、よろしくお願いします。休館日は、はい、毎月第2月曜日が休館日となります、はい、第2月曜日以外に電話します。そういうことだね。朝9時ぐらい。そうですね。8時半から大丈夫です。はい、8時半から夜は、10時まで。10時まで。はい。わかりました。では、健康体操リズミカルエクササイズで、申し込みの方は04-763-7711まで、申し込みください。若干ね。はい。こういう講習、開かれていくんですか。はい、年間に、はい、20教室ぐらい、開催させていただいてます。はい、はい、
また、春の部というのが今の募集なんですが、はい、秋冬という形で、はい、市の広報誌などで、はい、呼びかけをさせていただいております。なるほど。ホームページなんかも、でも、はい、ホームページもございます、はいはい、その時は検索は北総合体育館、ね、そうですね、はいはい、今日はお忙しいところありがとうございました。いいえ、はいはい、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。相模原市の住みよい都市づくりに貢献する公益法人相模原市都市整備公社がお届けしました。はい、ここで1曲お送りします。Perfume の新曲ですね、不自然なガール。さあ、今年結成10周年、メジャーデビュー5周年を迎える Perfume の新曲で不自然なガールでした。 CM の後は交通情報と天気予報をお伝えします。
時刻は5時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で1キロ、東名入り口で1キロ、八王子方面は東名入り口で断続的に3キロの渋滞です。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で1キロ、市立病院前で2キロ、海老名市下今泉で3キロ、伊勢原方面は座間市西原で2キロ、厚木市文化会館前で1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車上川井で1キロの渋滞。国道129号線厚木方面へ向かう車山際で4キロの渋滞です。県道座間大和線小松原では両方向とも1キロずつの渋滞。鎌倉街道鶴川方面へ向かう車朝日町で1キロの渋滞です。続いて町田街道横浜方面へ向かう車朝日町で1キロの渋滞。漁港道路町田方面へ向かう車総武台前で1キロ、総武台団地入り口で1キロ、厚木方面へ向かう車は相模大野で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。17時6分ごろ新百合ヶ丘駅で信号トラブルのため遅れが生じています。小田急線は17時6分ごろ新百合ヶ丘駅で信号トラブルのため、遅れが生じています。小田急線の上り新百合ヶ丘から新宿駅間の上り方面の一部の列車が10分程度の遅れが出ています。小田急線は新百合ヶ丘駅から新宿駅間の上りの一部列車が10分程度の遅れが出ています。また一部列車の運休または運転区間を変更する場合がありますので、これからご利用の方はお気をつけください。以上交通情報でした。続いて天気予報です。現在相模原を含む神奈川県西部には強風雷注意報が出ています。夜の初め頃まで突風や雹にご注意ください。相模原の今夜は雨で夜遅く曇りでしょう。今夜の1ミリ以上の雨の降る確率は 70% となっています。続いて相模原の明日は晴れで朝晩は曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中が 10%、 お昼から夕方まで 0%、 夜は 10% となっています。明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の最高気温は22度の予想です。以上天気予報でした。次の交通情報は5時45分ごろお伝えします。 CM の後は相模原探検隊目黒さんの登場です。
相模原探検隊。相模原探検隊、目黒さんです。こんにちは。こんにちは。雨はね、本当にパラッって感じでした、はい、あ、パラついていますか。降ったり止んだりみたいな感じかな。そう、でも細かい雨なんですけど、はい、丹沢の方を見てみると結構暑い、うん、そうですね、グレーっていうかネズミ色のね、はい、雨雲が近づいてますよ。はい、降りますね、多分この後、ね、洗濯も入れましたか。私は入れました。早めにね、え、はい、今ちょっと前に入れてきましたね。はい、はい、まあ、ちょっと濡れてましたけど、あ、大丈夫でしたか。今晩お家の中で乾かします。それでは行きましょう、はい、このくすニュースということで、はい、小屋マックスニュースでございます。はい、MotoGP、2010年、はい、世界オートバイ選手権 125cc ライダー小山智義君、通称小山マックスをかけている小山マックスニュースでございます、はい、なんでこんなに声の張りがいいかというと、うん、いいと、引っ張るなってごめんなさい。第2戦スペイングランプリ、気温27度、路面温度40度のドライコンディションの中で走り抜けました小山智義君でございますが、はい、11番グリッド、11番目からね、はい、3列目ですねからスタートした小山マックスはなんと第5位でのフィニッシュということになりました。一桁台、しかもね、上位ですね。そう、でもね、うん、この5位はね、はい、かなり価値ある5位でね、特に中盤から終盤にかけてなんですけども、はい、最初ポジションはね、何番だ、11か、はい、でスタートしてるんですけども、途中からだんだん上がってきまして、特に中盤から後半にかけてが、うん、中盤から終盤でね、6台のグループがあったの、はい、前のグループが1番から5番ぐらいまで、はいはい、その2番手のグループの中で、うん、その6台から終盤抜け出して、はい、それで5位になった。あ、なるほど。レースとしては、うん、もう完全にあ、このパターンだっていうのが見えてきたのね、うん、はい、理想的な、はい、でね、当日もその予選の時もね、ちょっと路面温度がね、はい、高かったりしてる関係で、はい、タイヤがどこまで持つかなっていうのがあったんですけど、はい、マックスやっぱりね、タイヤ温存する作戦でいって後半から勝負にかけたの、うん、で前半からまあこけまくり、はい、で結構温度が高かったりした関係で、はい、やっぱりタイヤが持たない選手が続出してる状況の中でのレースだったんでね、はい、で若いライダーなんかはもう吹っ飛ばされたり脱臼したりとか、今回も結構ドタバタなレースだったんだけど、そうだったんですか。多分ね、はい、マックスね、小山マックスね、うん、ここのヘレス一番いい成績なんじゃないかなと思うんですよ。そうですか。今までの中で、はい、もちろん KTM とかで乗ってる時代も含めたら、はい、多分5位一番良かったんじゃないかなと思って、間違ったらごめんなさい、多分そうだと思うんですよ。それだけにね、テレビにまあ映る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 、はい、ね、嬉しいね。中盤のレースの方が結構1番から5番ぐらいまでのレースより競ったり抜かれたりっていうのがあったから、はいはい、それがマックスがドゥン、うん、ドゥンって前に出てくからコーナーごとで抜いてったりとかっていう世界だから、はい、まあ見てて非常に久しぶりに4年ぶりぐらいにかなり興奮して、はい、見れたレースでしたね、はい、ということで、うん、5位フィニッシュということで今季ポイントを18に伸ばしまして、はい、総合で今第6位につけております。いい位置につけてますね、はい、上のライダーたちは、うん、去年から乗っているかなりこう練り上がった、もうほとんどパーフェクトに近い形のやつなんで、うん、マックスのはまだセッティングしてる途中で、はい、マックスはこのポジションまで来てるんで、ということは、はい、再来週以降の、はい、ヨーロッパラウンド、次はルマンでね、うん、フランスグランプリがあるんですけど、そこでまたセッティングが出てくれば、うん、ちょっとこれは面白いかなと。そうですね、2週間あるんでね、うん、チームの皆さんにはね、ぜひセッティングしっかりしていただいて、うん、でまた皆さんしっかり休んでいただいて、はい、マックスはもう橋本に帰ってきてます。あ、そうなんですね、はい、キックボクシングと、うん、な、自転車頑張って練習するということが今ちょっと情報が入ってきましたね、はいはい、で来週、再来週ったのかな、うん、次は、2週間後か、はい、に向けてちょっと日本で休養を取って、うん、それで行くと、はい、休養って言いながらもキックボクシングだからね。そうですよね、練習とかもしてますからね、うん、ということでちょっとね、はい、今年はなんともまあ面白い、そうですね、はい、ポジションに来ていますんで、はい、ぜひね
あのチームの皆さんにも頑張っていただいて、うん、まだ2戦目ですからね、はい、我々もえあの応援していきましょう、はい、応援していきましょうということです。はい、マックス頑張ってね、うん、頑張ってください。あ、以上クライマックスニュースでした。はい、追伸、かおりちゃんに、はい、クライマックスパパから、はい、あのかおりちゃんの声がとても素敵ですと言ってました、はい、ありがとうございます今多分聞いてると思います、ね、本当ですか、はい、ありがとうございますパパ。あの晩に、うん、パパマックスと仲間たちで、うん、飲んでまして、はい、相当ヘベレケになってまして、パパはそれを4回か5回ぐらい、はい、よくフォローしてくれるよねみよろくんきついこと言うけどかおりちゃんがフォローしてくれるから、あ、そうです、ね、4、5回言ってました。あ、本当ですか、はい、くれぐれもお体気をつける程度にね飲んでくださいね、お酒。それは本人が一番よく分かってると思いますんでね、はい、楽しみにしてますね。でもこれからもシングルフィニッシュ2連発でね、はい、ということで、はいはい、さあゴールデンウィーク、はい、もう終わりましたけれども、はい、目黒さんはどこか出かけたりしましたか。はい、1日が南大沢でお友達っていうか、うん、まあ、後輩の結婚式だったもんで、はい、そちらの方に昼から10時ぐらいまで、はい、ずーっと長いですね長かったです、式から、はい、披露宴二次会と幼稚園の先生がお嫁さんだったもんで、はい、まあお嬢さんたち多くて。そうですか。近頃の結婚式って面白いのね、はい、どうなんですか。あの披露宴の時も、うん、二次会の時もそうなんだけど、うん、まあ、とにかく、うん、あのまあ、ここ披露宴の時もこう順番にお料理来るんですよ、はい、で最後って大体コーヒーとかで締めるじゃん。あ、そうですね、デザートと、うん、そういったコーヒーとかね。 そうそれであの何ケーキカットしたケーキ、はい、配られてみたいな、はい、で俺はそっちを期待してたの、はい、あの今四角いケーキの多いの、ね、はいはい、でいちごいっぱい入ってたから、うん、あれ来るかなと思ってそしたらなんか外側、窓のところがなんか、はい、カーテン急に閉めてたからどうしたんだろうと思ってたんだけど、僕はケーキ待ってたの、はい、そしたら皆様お待たせしました、後ろの方をご覧くださいってガラってカーテン開けると、はい、そこにお庭があるの、はい、そこにすんごい数のケーキが並んでて、ケーキバイキング状態。あ、その使ったケーキをじゃなくてそれはなんかテーブルに1個ずつ来たんだけど、はいはい、また別で。そう、すごい。まあ女性陣すごいわ。嬉しいでしょうね、それは。もうみんなドゥー、はいはいはい、でフリフリってこうやって見てみたら、うん、なんか残ってるのはおじさんたちばっかりものすごい量、女の子たちはみんな行っちゃって。 そう、うん、でその後二次会やったんだけど、うん、まあそれもお嬢さんたち、はい、ばっかりで男の人の数の方が少ないの。そうですか。そう、それも今度も後ろご覧ください、はい、料理ダーって並んでて、でふっと思った瞬間もう一度振り返ってみたら、うん、俺ビール一杯飲んだから、はいはい、ふっと振り返ってみたらもうすごい群がってました、アリさん状態で、僕はその後ビールをちょっと飲んで、おトイレに行って、うん、まだ残ってるかなと思って見に行ったら何にもなかったの、すごいんだよ。いいですね、びっくりした。そう、じゃあその中にスパゲティ以外にもケーキもあったりするんだよ、はい、豪華ですね。そうだね、聞いてみたらね、うん、やっぱりね今そのパターン、はい、要はね、あの新郎新婦さんが今までのとはやっぱり違う、みんなが楽しんでくれる、うん、それでなんだっけ、なんだ、特に披露宴もそうだったんだけども、あの二次会の方ももうなんかみんながこうワイワイこうゲーム大会やって遊んでるような雰囲気がいいと、はいはいはい、いうことをやっぱりなんですって。やっぱりっていうか、うん、そういうパターンだいぶ堅苦しくなくて、うん、カジュアルな感じになってきてるんですかね。そう、まあびっくりしたわね、はい、とにかくみんなよく食うよねやっぱりね、結婚式とかお呼ばれしたら美味しいもの食べなきゃって思いますもん ね、 うね、うん、あとね4日の日にね、はい、富士野のね、はい、和田の集落に行ってきました、はい、一番北ね。そうですか、はい、うん、あの恋恋祭りっつって、はいはい、あの谷合に鯉のぼり並べるんですけど、まあ鯉のぼりも見に行ってるんですけど、うん、ほとんど集落の人とまた今年も、はい、大いに盛り上がりまして、お話でビールケース2本持ってきましたから私そうすごいですね。はい、結構飲んじゃいました。みんなで薬もう終わりましたね、飲み干したね、自分の後のやつもねかなり飲みましたじゃあ結構充実した、うどんもそばも作りましたし、はいはい、ね、目黒さんのゴールデンウィークだったということです。皆さんの、ね、メッセージもまだお待ちしてますのでね、はい、ということで相模原探検隊目黒さんでした。ありがとうございました。
時刻は5時45分、30秒を回りました。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で1キロ、東名入り口では事故の影響で2キロ、反対八王子方面へ向かう車は東名入り口で断続的に3キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で1キロ、海老名市下今泉で3キロ、伊勢原方面は座間市西原で2キロ、厚木市市立病院前と文化会館前でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道129号線厚木方面へ向かう車、関口で2キロの渋滞です。県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で2キロの渋滞、鎌倉街道鶴川方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞です。続いて町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、金森で2キロ、相原方面は相原で1キロの渋滞です。行幸道路町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ、総武台団地入り口で1キロ、厚木方面へ向かう車は相模大野で1キロの渋滞です。おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上溝で1キロ、相川方面へ向かう車は上溝バイパスで1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。小田急線は17時6分ごろ新百合ヶ丘駅で起きた信号トラブルの影響で遅れが出ています。新百合ヶ丘駅から、新宿駅間、新百合ヶ丘から新宿駅間の上り線、新宿、上り線新宿方面へ向かう電車の一部列車が10分程度の遅れが出ています。また一部列車の運休または運転区間を変更する場合もありますので、これからご利用される方はご注意ください。以上交通情報でした。次の交通情報は6時ごろお伝えします。東急百貨店町田店からゴールデンウィーク特別企画、昭和の子どもたち、石井道子人形展のお知らせです。昭和30年代日本経済が急成長する中、大人たちは希望にあふれ夢を追いかけ、子どもたちは元気よく野原を駆け回り遊びに夢中になっていました。50年前の昭和の子どもたちは自然、社会、家族の中でさまざまな人と触れ合い、心温まる出来事に遭遇し体験してきました。
小田急百貨店町田店では4月29日昭和の日にちなんで人形制作30年の石井道子さんが生み育てた昭和の子どもたちの人形展を開催します。昭和を背景に様々な場面で登場する子どもたちは皆命にあふれていて生命にあふれていて昭和の時代を鮮明によみがえらせてくれます。子ども世代孫世代と一緒に作品展をご覧いただき懐かしい時代に思いを馳せてください。昭和の子どもたち石井道子人形展開催期間は5月11日まで、もうすぐですね来週の火曜日までですね、時間は午前10時から午後8時会場は小田急百貨店町田店8階の特設会場です。入場料は一般600円、大学生高校生400円、中学生以下は無料となっています。ぜひねお子さんと一緒にまたお孫さんと一緒に見に行かれてみてはいかがでしょうか。以上小田急百貨店町田店から特別企画昭和の子どもたち石井道子人形展のお知らせでした。さあ今日のメッセージテーマはゴールデンウィークどうしてましたということでね、すでにいただいていますので遅くなってしまいましたがご紹介していきたいと思います。まずラジオネーム荻窪テルマさんからいただきました。ありがとうございます。かおりさんこんにちは。こんにちは。今年のゴールデンウィークは2月に痛めた腰の具合がいまいちだったのでネットカフェやゲームセンターで近所のゲームセンターや近所のファミレスで食事したりなど安、近、短、安い、近い、短いで済ませました。僕の仕事は有給休暇がないので休みが多いと給料が少なくなるから困りものです。そうですよね、そういう方もいますよね。やっぱり有給休暇がないとね、休みたいけれどもでも働きたいね。まあでも近くでもね、あの安くても短くてもね、こうやって楽しめるのはいいじゃないですかね。でも早くね痛めた腰を早く完治してもっとねいろんなところに遊びに行かれるようになるといいですよね。荻窪テルマさんメッセージありがとうございました。さあそれから雪中庵さんからもいただいています。かおりさんこんにちは。こんにちは。一気に初夏の暑さになりましたね。体調崩したりしていませんか？天候の方は確実に崩れてきますが本当ですね、今日この後ね雨降りそうですからね。私は大丈夫です。暑さ寒さにね体やられたりせずに、はい、元気に暮らしておりますよ。大丈夫です。今日のお題のゴールデンウィークに何をしましたかですが、ほぼ何もしていません。関東平野の周辺の山にでも行こうと思っていたのですが、前半は疲れでゴロゴロし、後半は季節の変わり目の偏頭痛の持病が出て寝込んでしまいました。結局外を出歩いたのも後半に山に行こうと3日に近くの運河沿いに10キロほど、ジョギングしただけでした。ということでね、瀬中葉さんもちょっとね、具合が悪くて寝込んだり、そんな家でゴロゴロ、そんな休日になったということでしたが、まあでもね、普段お忙しい分、ね、体が疲れている分、こうやってまとまったお休みの時に体を休めてあげるっていうのもね、一つの、ね、過ごし方ですよね。はい、ということでメッセージありがとうございました。さあもう一通ご紹介しましょうかね。ラジオネームカズくんからもいただきました。ありがとうございます。ゴールデンウィークの前半は家で家族団らんとのんびりして、後半は私の所属しているバドミントンサークルのみんなで今度の大会の強化のために合宿してきました。ということで、運動いいですね、バドミントンサークル、私も小学校の時バドミントンやってたんですけれども、もうここ何年もやってないですね。時々ねなんかやりたいなとか思うんですけども、一人じゃできないじゃないですかね、相手がいないとできないので、誰か一緒にやってくれる人いないかななんて思ってるんですけれども、はいね、今度大会があってそのためのね強化合宿だったということで、ぜひね合宿の成果を出して試合の方も頑張ってくださいね。
はい、ということでまだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。皆さんゴールデンウィークどんな風にして過ごしていましたか？出かけた方はもちろん、家でゴロゴロしていた、それからね仕事ばっかりだったよという方も、はい、どんな方でもねメッセージお待ちしていますので、ぜひ番組の方までお寄せください。メールの方は839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は042-776-0839 042-776-0839 です。こちらの方までお寄せください。まだまだメッセージお待ちしています。ここで1曲お送りしましょう。矢島美容室の第5弾シングルは松田聖子さんとのコラボ楽曲となっています。矢島美容室フューチャリングプリンセス聖子でアイドルみたいに歌わせて。お送りした曲は矢島美容室フューチャリングプリンセス聖子でアイドルみたいに歌わせてでした。Hello.
時刻は夕方6時を回りました。改めまして皆さんこんばんは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています、 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング。この後7時まで生放送でお送りします。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で1キロ、京和で2キロ、東名入り口は工事のため、失礼しました。東名入り口は事故の影響で2キロ、反対八王子方面へ向かう車も、東名入り口で断続的に3キロの渋滞となっています。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で1キロ、海老名市下今泉で3キロ、伊勢原方面は座間市西原で2キロ、厚木市市立病院前と文化会館前でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道129号線厚木方面へ向かう車、関口で2キロの渋滞です。県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で2キロの渋滞、鎌倉街道鶴川方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞です。続いて町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、町田市辻で1キロ、相原方面は滝の沢で1キロ、相原で1キロの渋滞です。漁港道路厚木方面へ向かう車、相模大野で1キロの渋滞、おしまいに県道相模原相川線相川方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。小田急線は17時6分ごろ新百合ヶ丘駅で起きた信号機トラブルの影響で遅れが出ています。小田急線上り新宿方面へ向かう車、新百合ヶ丘駅から新宿駅間の一部列車が10分程度の遅れとなっています。小田急線は新百合ヶ丘駅から新宿駅間の上り新宿方面へ向かう車、新宿方面へ向かう列車の一部に10分程度の遅れが出ています。また一部列車の運休または運転区間を変更する場合がありますので、これからご利用の方はご注意ください。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在相模原を含む神奈川県西部には強風雷注意報が出ています。夜の初め頃まで突風や雹にご注意ください。相模原の今夜は雨で夜遅く曇りでしょう。今夜の1ミリ以上の雨の降る確率は 70% となっています。続いて相模原の明日は晴れで朝晩は曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中が 10%、 お昼から夕方まで 0%、 夜は 10% となっています。明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の最高気温は22度の予想です。さあ今日この後は雨みたいですけれども、明日はね雨の心配なさそうです。そして暖かい一日になりそうです。以上天気予報でした。次の交通情報は6時15分ごろお伝えします。Thank you.
さあ今日のメッセージテーマはゴールデンウィークどうしてましたということでね、皆さんがどんな風にゴールデンウィークを過ごしていたのかメッセージを送っていただいています。のっちさんからいただきました、ありがとうございます。連休中ののっちは冬物の洗濯をしていました。ちょうど空気も乾燥していたのでセーターやジャケットもみんな自宅で洗ってしまいました。若干の縮みや痛みは自分で着るのでよしとしています。そうですよね、それぐらいはね。私もね、この連休で衣替えやりました。ようやく終わりましたね。本当に最近寒かったり暑くなったりで安定してなかったのでなかなかね冬物しまえなかったんですけど、もうそろそろいいかなと思ってね思い切ってやりましたね。セーターとかも本当にいいお天気続いてたのでカラッとねすぐ乾いてくれてよかったんですけれども、さあそんなのっちさん、今日の仕事上がりに知人から招待状をいただいていたので、国立新美術館に行ってきました。国展です。5日、今日もう行ってきたっていうことなんですかね、先ほどいただいたメッセージですけれども、出展数が多くて知人の作品を見つけることができませんでした。というよりは作者の名前に気づかず見ていました。はい、名前は気づかずしっかり見てましたということで、結構長い時間油絵の具の作品に囲まれていたのですっかり、ね、楽しかったというねメッセージをいただきましたが、いいですね美術館とかね。私もあまりねこう絵に詳しくないのでなんか行ってもわかるかなとか思ってなかなかこう足が向かない場所の一つではあるんですけれども、でもね独特な静けさだったりね雰囲気があって、そういう美術館とかでね過ごす休日っていうのも素敵ですよね。まあ、お友達がね出展していたっていうことなのでなおさらね楽しめたのではないでしょうか。のっちさんありがとうございました。さあそれからゆうびさんからもいただきました。愛車は終日お休みでしたが風が吹いている日が多かったので洗車はできませんでしたね。これから暑くなるのを考えると気が引けますが、連休中は自転車が大活躍でした。車の渋滞を尻目に交通ルールさえ守りさえすれば警戒ですということでね、気持ちよかったですというメッセージね。あ、正解ですよこれはね。本当に車で私、まあ、いろいろ出かけましたけれども、どこも混んでましたからね。皆さん同じように車でね出かけた方は同じような目にあったんではないでしょうか。やっぱりそういう時にね横動かない、車が動かない時にね横自転車とかでさーって抜かれていくと、ああ自転車いいなとか思いましたよね。自転車じゃなくてこう歩いている方たちにもねどんどん抜かれていくのがね、なんとなくちょっと切なくなったりしましたけれども、まあ楽しかったからね良かったんですけれどもね。自転車でどこら辺に行ったんですかね。はい、ゆうびさんもメッセージどうもありがとうございます。さあそれからサガミンさんからもいただいています。ゴールデンウィークはポツポツ休みがあったんですけど、かおりちゃんのライブもイベントもなかったので家でのんびりしてました。あ、そうですよね、毎年ゴールデンウィークあたりね連休のどこかでこう私イベントとかねライブとかをやらせていただいたりしていたんですけども、今年はねそれがなかったんですよね、すいません。さあ家でのんびりしてました。次の日が休みだったのでイソラジ最後まで聞いていましたよ。かおりちゃんがゲストなら次の日仕事でも徹夜でも聞いちゃいますけどね。もうすぐ母の日ですが、うちの父母は町田市民ホールに吉幾三さんのコンサートを見に行ったみたいです。かおりちゃんはお母さんにですかという質問も来ていますけれども、町田市民ホールに吉幾三さんのねコンサート行われてたんですね。じゃあやはりライブこうやってコンサートを見に行くのがお好きなご両親なんですかね。私はですね母に似てるって言われますね。性格は多分父親になんですけど、顔とかそうですね容姿に関してはもう久しぶりに親戚で集まったりするとあお母さんに似てきたねとかって言われたりするので母親に、自分だと分かんないんですけれどもね、
まあ、母親に似ているんじゃないかなと思います。まあ、相模さんもねのんびりと休日過ごせたということでした。さあまだまだ皆さんからのメッセージお待ちしていますね。出かけた方はぜひねどこどこへ出かけたっていう報告、そんなねメッセージ送ってください。まあ仕事だった方、それからね家でゴロゴロしてたよなんていう方もね、家でどんなことをしていたのかぜひ教えてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ先ほどメッセージご紹介しましたゆうびさんからいただいたねリクエストをお答えしたいと思います。 D51 で No More Cry。はい、曲出ますでしょうかね。 No More Cry ですよ。はい、来ましたね。じゃあお送りします。 D51 で No More Cry。
お送りした曲はユービさんからいただいたリクエストです。 D51 で No More Cry でした。時刻は6時、まもなく17分になろうとしています。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに津久井街道相模湖方面へ向かう車、谷ヶ原浄水場前で1キロの渋滞。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で1キロ、京和で2キロ、東名入り口では事故の影響で2キロ、八王子方面は同じく東名入り口で断続的に3キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で2キロ、海老名市下今泉で3キロ、大和市上総八木で1キロ、伊勢原方面は座間市西原で2キロ、厚木市文化会館前で1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道129号線厚木方面へ向かう車、関口で2キロの渋滞です。県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で2キロ、相模原方面へ向かう車は小松原で1キロの渋滞です。鎌倉街道鶴川方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、町田市辻で1キロ、相原方面へ向かう車は滝の沢で1キロ、相原で1キロの渋滞です。行幸道路相模大野では両方向とも1キロずつの渋滞。おしまいに県道相模原相川線上溝バイパスでは両方向とも1キロずつの渋滞となっています。続いて電車の情報です。小田急線は17時6分ごろ新百合ヶ丘駅で起きた信号機トラブルの影響で遅れが出ています。新百合ヶ丘駅から新宿駅間、上り新宿方面の一部の列車が10分程度の遅れが出ています。また一部列車の運休または運転区間を変更する場合がありますので、これからご利用される方はご注意ください。以上交通情報でした。次の交通情報は6時30分頃お伝えします。ここで1曲お送りしましょう。ガリレオガリレイでハマナスの花。Thank you.
送りした曲はガリレオガリレイでハマナスの花でした。さあ変わってお団子ママさんからリクエストをいただきました。丸山恵子でどうぞこのまま。お送りした曲はお団子ママさんからリクエストをいただきました。丸山恵子でどうぞこのままでした。さあお団子ママさんメッセージも書いてくださいました。大きなタケノコをいただいて今茹でながら聞かせていただいています。いい香りですよということで、いいですね、旬ですからね。お団子ママさんはテーマリフレッシュで、ね、ゴールデンウィークを過ごしたということですよ。心を洗う、洗いました、いい感じですということでリフレッシュできたようですね。星を見ていたのかな、ね、なんかそういったイラストも一緒に描いてくださっています。かおりちゃんは何をなさっている時が癒されますかということなんですが、お風呂ですかね、それかお昼寝かな。はい、あのメッセージありがとうございました。さあまだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。ゴールデンウィークどうしていましたかということでメッセージ送ってください。メールの方は83@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 です。まだまだメッセージお待ちしています。
時刻は6時30分30秒を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングお送りしています。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに津久井街道相模湖方面へ向かう車、谷ヶ原浄水場前で1キロの渋滞。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で1キロ、京和で2キロ、東名入り口では事故の影響で2キロ。反対八王子方面も東名入り口で断続的に3キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で2キロ、座間市西原で1キロ、大和市上総八木で1キロ、伊勢原方面へ向かう車は座間市西原で2キロ、厚木市市立病院前と文化会館前でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道129号線厚木方面へ向かう車、関口で2キロの渋滞です。座間大和線横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で2キロ、相模原方面へ向かう車は小松原で1キロの渋滞です。鎌倉街道鶴川方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞。町田街道横浜方面へ向かう車、木曽で1キロ、朝日町で1キロ、反対相原方面へ向かう車は相原で1キロの渋滞です。続いて行幸道路町田方面へ向かう車、相模大野で1キロの渋滞。北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で2キロの渋滞です。おしまいに県道相模原相川線相川方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。小田急線は17時6分ごろ新百合ヶ丘駅で起きた信号機トラブルの影響で遅れが出ています。新百合ヶ丘新宿駅間の上り新宿方面一部の列車が10分程度の遅れです。また一部列車の運休または運転区間を変更する場合もありますので、これからご利用の方はご注意ください。以上交通情報でした。続いて天気予報です。現在相模原を含む神奈川県西部には強風雷注意報が出ています。夜の初め頃まで突風や雹にご注意ください。相模原の今日は雨で夜遅く曇りでしょう。今夜の1ミリ以上の雨の降る確率は 70% となっています。続いて相模原の明日は晴れで朝晩は曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中が 10%、 お昼から夕方まで 0%、 夜は 10% となっています。明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の最高気温は22度の予想です。以上天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分ごろお伝えします。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。
ここでこの時間のニュースをお伝えします。ギリシャの財政危機が発端となった信用不安により、日本でも株価が一時今年最大の下げ幅を記録するなど、世界的な株安が一段と深刻化しています。財政危機を克服するための増税や公務員の削減などに反発した市民らによる暴動で死者を出すに至ったギリシャの情勢を受けて、昨日ヨーロッパで株価が軒並み下落しました。その後のニューヨーク市場では発注ミスとみられる巨額の売り注文も重なり、ダウ平均株価が一時1000ドル以上も暴落しました。そして今日の東京株式市場でも取引開始直後から売り注文が殺到し、日経平均株価は一時昨日より400円以上値を下げて、今年最大の下げ幅を記録しました。さらに外国為替市場でもドルやユーロを売って円を買う動きが進み、円ドル相場は一時1ドル87円台をつける急激な円高となりました。結局日経平均は午後になってやや値を戻したものの、終値は昨日より331円ほど安い13,364円59銭でした。一方東京外国為替市場の円相場は昨日より1円52銭円高ドル安の1ドル92円7銭から10銭で大方の取引を終えています。菅財務大臣は G7 各国の財務大臣が日本時間の今夜、ギリシャ問題や世界的な株安について電話協議を行うことを明らかにしています。しかし市場関係者からは第2のリーマンショックになりかねない、このまま長引けば株価は9000円台に下がる可能性もあるなどと悲観的な声も聞こえています。ところでニューヨーク株式市場の株価急落は誤った発注が引き金になった可能性があるとして当局が調査に乗り出しました。アメリカの経済専門テレビ CNBC によりますと、誤った発注はアメリカの金融大手シティグループのトレーダーが行い、株取引で100万単位で注文を出すはずが10億と桁を間違えて注文を出し、対象となった銘柄がダウ工業株30種平均の銘柄の一つだったことから平均株価が大きく下がり、相場全体に影響を与えたということです。鳩山総理は今日午後、鹿児島県徳之島の3人の町長と総理官邸で会談し、普天間基地の機能の一部を負担してほしいと要請しましたが、3人の町長は拒否する考えを表明しました。鳩山総理と会談したのは徳之島伊仙町の大久保明町長と天城町大久康介町長、徳之島町の高岡秀樹町長で、鹿児島県の伊藤雄一郎知事や地元選出で自民党の徳田武史衆議院議員も同席しました。会談で鳩山総理は負担を要請しましたが、これに対して3人の町長はこれを拒否し、鳩山総理に断念するよう求めました。鳩山政権はアメリカ軍のヘリコプター部隊の訓練の一部を徳之島に移転する案を練っています。鳩山総理は今月15日にも改めて沖縄を訪問する意向を示していますが、局面を打開する戦略は依然見えていません。6日に行われたイギリスの総選挙は現在も開票が進んでいますが、野党の保守党が第一党となることが確実となりました。イギリス下院の定数は650議席ですが、これまでに612議席が確定し、ブラウン首相の与党労働党は245議席、野党の保守党は289議席、そして第三極として注目を集めた自由民主党は51議席を獲得しています。しかし保守党は過半数には達しないとみられていて、イギリス議会は36年ぶりに議会で過半数を取る政党がなくなる可能性が高くなっています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
ここで一曲お送りしましょう。山下達郎で希望という名の光。お送りした曲は公開中の映画テイダカンカン海とサンゴと小さな奇跡の主題歌です。山下達郎で希望という名の光でした。時刻は6時45分30秒を回りました。ここで今日最後の交通情報をお伝えします。
まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、足元駅南口入り口で1キロ、京和で2キロ、東名入り口で事故の影響で2キロ、反対八王子方面は東名入り口で断続的に3キロの渋滞です。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で2キロ、座間市西原で1キロ、大和市上総八木で1キロ、伊勢原方面は座間市西原で2キロ、厚木市文化会館前で1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上蒲井で1キロの渋滞、国道129号線、厚木方面へ向かう車、関口で2キロの渋滞です。県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で2キロ、相模原方面へ向かう車は小松原で1キロの渋滞です。鎌倉街道鶴川方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞、町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロの渋滞、反対相原方面へ向かう車は相原で断続的に3キロの渋滞です。漁港道路厚木方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞、村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞です。県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。小田急線では17時6分ごろ新百合ヶ丘駅で起きた信号機トラブルの影響で遅れが出ています。新百合ヶ丘駅新宿駅間上り新宿方面一部の列車が10分程度の遅れです。また一部列車の運休または運転区間を変更する場合もありますので、ご利用の方はご注意ください。さあ外はすっかり暗くなりましたね。この後雨も降るということですので、ドライバーの皆さんはこの後も安全運転をお続けください。以上今日最後の交通情報をお伝えしました。ここで1曲お送りします。私古谷香織で夜間飛行。騒ぎ出す
送りした曲は私古谷香織で夜間飛行でした。夕方4時からお送りしてきました、 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング。今日もそろそろお別れの時間です。さあ今日のメッセージテーマはゴールデンウィークどうしてましたということでね、メッセージいただいています。香織女さん、ありがとうございます。今年のゴールデンウィークは2日の日は新しくやる曲、あのライブで演奏する曲ですね、リベルタンゴと情熱大陸の音合わせ、3日月曜日は久しぶりの映画鑑賞、プレミアムシートでのだめカンタービレ、プレミアムシートいいですね。4日火曜日は湘南海岸でジェットスキー、ほう、5日水曜日はリハでやった曲の個人練習、特に遠出もせずまったりしてましたというね、2日から5日までびっちりとね予定を書いてくださいましたけれども、まったりしてましたという割にはね、ジェットスキーとかいいじゃないですか、ね、ゴールデンウィーク今年は本当にお天気良かったですからね、こういうマリンスポーツとかもとっても合ってましたよね、気持ちよさそう。それからね、プレミアムシートで映画鑑賞っていうのもね素敵じゃないですか、ね、のんびりできたということで、メッセージありがとうございました。さあそれからミュージックボックスさんからもいただきました。すべての日ではありませんが2人とも仕事でした、ご夫婦ですね、2人とも仕事でした。唯一休みが重なった3日には東京某航空会社系のホテルでランチビュッフェをいただきました。たまには贅沢もいいですよね、ちょっと有意義な時間を過ごしました。いいじゃないですかね、ホテルでランチビュッフェ素敵ですね。ゴールデンウィークは仕事でしたが3月と4月と、歌舞伎座に行く機会に恵まれ、大好きな歌舞伎を観覧し至福の時間を過ごせましたということで、ね、今回のゴールデンウィークではあまりね出かけたりはできなかったけれども、歌舞伎座ね、私も去年ですね初めて歌舞伎座行きましたけれども、面白いですね、なかなか難しそうかなと思ってちょっとね、あの足が向いて向かなかったんですけれども、行ってよかったなって思いましたね。もう歌舞伎座もねこれから新しく生まれ変わって新しいね建物に変わっちゃいますからね、今までの歌舞伎座なくなっちゃうのはちょっと寂しいですよね、やっぱりね。でもその前に行けてよかったですよね。はい、ということで皆さんメッセージたくさんありがとうございました。他にもねリクエストをいただいた曲もあの何曲かあったんですけれども、あのかけられなくてすいませんでした。これに懲りずにぜひまた来週もねメッセージ、それからリクエストなんかもお寄せいただければなと思います。さあこの後は雨が降るみたいですよね、強風注意報雷注意報出ていますので、どうぞ皆さん気をつけてください。明日はまたいいお天気戻ってくるみたいですのでね、ゴールデンウィークに遊びに行かれなかったよという皆さんはぜひ明日明後日土日でねまた楽しんでください。ここまでのお相手は古谷香織でした。皆さん素敵な週末をお過ごしください。